関東鉄道関東鉄道筑波中央営業所関東鉄道筑波中央営業所関東鉄道筑波中央営業所は茨城県筑波市場横三2365番地1にある関東鉄道のバス営業所である旧称は八田部営業所営業所略記も八田部のユートであるバス停留所名は八田部車庫である一般路線バス車両 1733ユート、高速バス車両、1808ユートつく、バス地域循環牛串、コミュニティバス、活版号路線バスの営業エリアは主に、つくば市南西部、牛串西部とつくば未来市、森屋市、鳥出市の各一部である。鳥出駅発着牛串駅発着つくばセンター、発着つくばセンター国土地理院、つくば実験植物園、つくばセンター、つくばセンター、 つくばエキスポセンター、産業技術総合研究所、つくば宇宙センター、つくばセンター緑の駅方面、スクールバスとして、江戸川学園取り出中学校、高等学校、また、県内企業の特定輸送も担当している。大型車、中型車、小型車ともに在籍し、国内4名からすべての車両が配置されている。大型車は、かつては1985年の、 国際科学技術博覧会開催時に、自社発注で大量導入された車両のうち、川重車体制のイスズキュービック LV が多く、在籍していたが、現在はすべて廃車された。移籍者は、かつては、元京阪バスの日野の RC、元川崎鶴見臨港バスのイスズ CJM、元横浜市 A バスの三菱 MP、元西部バスの UDU33 系が、在籍していた。 その後は、京成バス及び京成グループからの車両が中心で、IK ボディのイスズキュービック LV が最も多く、その他、富士 17E ボディのイスズ LV、日のブルーリボン HT も在籍する。また遺跡者にはワンステップバスも配置されている。京成グループ以外では、元東急バスのイスズエルガノンステップも在籍している。そのうち元東急バスのエルガは、 東急バス時代のカラーリングのまま、筑波サイエンスツアーバスのラッピングが施されており、筑波サイエンスツアーバス運行時は優先して運用されていたが、2019年夏に廃車された。後継車両として、京成バスからのエルガが同年夏より筑波、サイエンスツアーバスのラッピングが施されている。1923ユートは、 深夜急行バス運行開始時につくば北営業所から転属してきたつくばサンシャトルの元専用車でメトロ窓二人掛けシート主体のイスズエルガ郊外路線仕様で1842ユットが2012年に三津海道に転出してから2143ユットが申請配置されるまでは唯一の自社発注大型車であった後に新車代隊で2019年春に 水戸営業所へ転出した。2017年3月には、筑波中央営業所では、初となるイスズ・エルガハイブリッドノンステップバスが2143ユーットとして、申請配置された。大型路線車は、一般路線のほかスクールバスや、企業輸送などの契約輸送にも使用され、常実の専用車も運用がないきは、他の大型車と共通に運用されている。中型車は、 自社発注者が中心で、他社からの移籍者は、元西部バスの日産ディーゼル RM が1台のみが、在籍していたが、2015年秋に、イスズエルガミをノンステ配置の代替で、水戸営業所へ移籍した。イスズエルガミを、日の、レインボー2、三菱ふそう、エアロミリのノンステップ、ワンステップ車が多くを占め、かつて東営業所に多数、在籍していたイスズエル R は2014年現在、 残り2台となっている。小型車は、松城循環専用車に使われる自社発注車と、東京ベーシティ交通からの日のポンチョが2台のほか、コミュニティバス予備車兼用の三菱扶桑エアロミディ ME が配置されている。つくバス用として、三菱扶桑エアロミディ ME、日のポンチョと、比較的利用客の多い、南部シャトル用として、イスズエルガミオが専用車として配置されている。 牛久市、コミュニティバス、カッパ合業としては、三菱扶装、ローザ、ヒノ、ポンチョがそれぞれ配置されている。かつては、ヒノ以外の3メーカーの車両が在籍していたが、機関や減便による配置量数減少により、三菱扶装、イスズ車のみ配置されている。一般路線カラーの三菱扶装、ニューエアロバスが最も多く、その他、イスズガーラ、三菱扶装、 エアロエースも在籍する。近年導入の車両は、京成グループカラーで導入されている。高速車はすべてトイレ付け。2005年10月までは、JR バス関東からのリースで、ネオプラン、メガライナーも在籍していたが、筑波号の減便に伴い返却されている。2021年、森や土浦各営業所より、 同社発導入のノンステップバスバスが2台が転入し、現在はスクールバス、企業送迎バスとして運用されている。やたべ市街地からは東へ約1キロ。上横場地区の美国集落に隣接、周囲には病院、ショッピングセンター、幹線道路があり、筑波研究学園都市の筑波農林、研究団地南部の北隣に位置する。旧体制下の 八田部海軍航空隊飛行場の一部であり、近くの常磐自動車道に架か,かる陸橋は飛行状況となっている。中央と称するが、学園都市中心部とは離れている。車庫南側及び車庫向かい側の2カ所に乗降場がある。高速バス、ニュークバ根号に限り、八田部営業所停留所と称していた。営業所の窓口前には屋根、ベンチや清涼飲料水の自動販売機があるが、 ここに乗り場標識はなく、南港は出港する区方面に合わせて1カ所となっている。終着便は車庫内で降車となる。北港上工場は、八田ベ SC 開業に合わせて、上工場の部分のみ歩道が新設されている。南港上工場前の車庫内には駐輪場が設置されている。方向幕は、八田ベと表記富士 13E を仮装する車両は5台すべて、 あたりどころに配置されていた、やたべ車庫に関するカテゴリー、ありがとうございます。